でしょう。ドリンキングパーティージャズオーケストラです。どうぞ。どうぞ。
ラフオーケストラ1曲目お送りしました。グッドニュース、あービッグバンド、すみません、1曲目お送りしましたのはグッドニュースです。今回、あ、そうだね、 MC 務めさせていただきます、本間です。あ、さっきもおもみしゅうきりを、さっきも、あーもうやださっきからずっと喋ってます、本間のすみです。また今回も、MC させてもらいます。じゃあ、ちょっと今回は急に MC 決まったので、ソロ誰やったのかちょっと把握してないんで、ソロやった人ちょっと挙手で、はい、じゃあ大きい声で前向いて自己紹介お願いします。どうも、バンドのリーダーの篠原哲彦です。もう一回、バリトンサックスの川武藤隆正です。学生の若さとなんかで乗り切っていこうかなっていう魂胆でここまま進めさせていただきます。あと今回ちょっと曲がね多すぎて、ちょっとそんなことない、ちょっとね、いろいろ準備がバタバタして、もうとりあえず準備できたらとりあえずの服とか感じでやらせてもらいます。はい、もう喋ることも何も決めてません、こっちも。あ、何ですね、もうこれは今日はもう暑い、1曲目吹いたらすごい暑くなっちゃって、もあ、なんか今日はよいしょ、2曲目のリトルビーズのためにずっとポロシャツ着てたんで、ポロシャツっていいですね、半袖ですごい涼やかで、いや今日ちょっとこれそう脱げばよかった、ちょっと後で曲中に脱ごう、ちょっとセーター暑いんで脱ごうと。今日なんかちょっと可愛いでしょ、学生服っぽくて、なんちゃってっぽくて、え、嘘なんでやらないか、分かりました。じゃあ2曲目、これ誰だっけ、内堀まさるおじさん、あそう、さっきのバンドでもやってて、ブギウギを書いてた内堀まさるおじさんが、ララバイフォーユーって曲を書いてきました。はい、じゃあ弾いてください。金田健太郎のビーチャーでいや
ゃあケンちゃん喋ってください。トロンボーやってます川田健太郎さん、ありがとうございました。今日は大学生に囲まれて吹いてますが、もう私27歳になりまして年寄りですけれども、まあ頑張ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。そうなんですよ、私も各有もう24になる人間なんで、こんな学生と混じってやってるのもあれなんで、まあ、これでも大学院生なんで、まあ、ギリギリ学生ということでちょっとこんなか混じらせてもらってます。そうだ、それさっきの学生と呼ばれてそういうこと思ったんですけど、去年のあれだ、横浜のジャズプロにちょっと出させてもらって、その時もなんかこんな感じふざけた学生服っぽいなんちゃってみたいな感じで出たんですけど、なんかちょっとスカートの、あ、向こうからちょっとじゃあ後でじっくり見てください、どうぞちょっと学生服っぽい感じので出たんですよ。でそしたらなんか後日あのホームページのジャズプロのホームページの方に写真載せていただいて、でこうなんか自分の写真こうバンバンとど真ん中に載ってるから見てみって言われたから、そのサイト見てみたら、今年は高校生の方が参加してくれましたみたいな感じで名前書かれて、いやラッキー、騙せたなと思って、まだいけんなと思って、今年はちょっとこの感じでいこうと思うんで、もしよかったら感じです、よしよしよし、じゃあもう次行っちゃいましょうか。よし、じゃあ次は、さっき、宣伝させていただきました CD の河合文也君のフューチャーでお送りさせていただきます。ゴードン・グッドインおじさんのエバーラスティングです。いやまだもうちょいセッティングがあるそうなんで、いやこれちょっと準備ねしっかりしていかないとね、フィーチャーだからね。お、いいの？じゃあもう一回言っちゃう。ゴードン・グッドウィン・おじさんの、エバーラスティングです。どうぞ。Thank you.
務めていただきました河合文也です。どうもありがとうございました。このギターを聴いて、おこれはと思った人は今日は帰りにちょっと CD を買っていただければ嬉しいかな。いやこれ500円引きでこれ買えるってんだったらまあちょっと安いでしょうということで、ちょっと財布の紐を緩めていただければ。あついでにあの財布の紐を緩めるせいでちょっとお酒の方とかまだあの足りてないようでしたら、そうですね、いっぱい取って、そうそうそう、これはそう新年会でございます。そしてこのバンドはドリンキングパーティー飲み会バンドでございますので、バンバン飲んでもう酔ってよくわかんない感じで聞いていただけると、そうそう、その方がそうなんかちょっとうまそうに聞こえると思うんで、ちょっとそんな感じで言っていただければなと思います。さて、まあここでねギターのフィーチャーときてね、あボーンギターのフィーチャーとして、これでトランペットは黙っていないぞということで、次は次は、もうトランペットの番、あれですね、パート自体をフィーチャーしたような、もうちょっとこっちからしてみれば鬼畜のような曲なんですけど、あここいい、私見てるね、ここで福岡市、うちもちょっと参加させてもらって、ちょっと次の曲はまたトランペットがちょっと頑張ってるんで、そこのところトランペットも頑張ってるんで、ちょっと聴いてもらえると嬉しいなってことで、さてじゃあこれはトランペットが準備 OK だったら始めちゃっていい感じかな。リズムも OK、 よし、じゃあちょっとソロマシ何も考えてないんだけど、そどうしよう適当に、誰も考えてない、大丈夫だね、じゃあちょっと適当によろしくお願いします。じゃあこれもあれですね、グッドインおじさんですね、うちの近所に住んでるグッドインおじさんの曲です。じゃあ次はバクロープリティクスです、どうぞ。
ゃあちょっと今回はトランペット紹介させてもらいましょうかね。じゃあ右側から紹介する、え、紹介、あ、じゃあ名前覚えてるんですか、みんな。白瀬美代子です。どうも、バンドリーダーの篠原哲彦です。はい、じゃあまたまた本物の遊びです。どうも、小西さやかです。イエイ。帰っちゃった。一人帰宅しました。すいません。かける、そこで。石原ゆきです。はい。まだ2年生だっけ？はい。うわー、わかっ。私、大学院2年生なんだけど。全然違うね。こうもあどけないとき、いや私もあったんですが、いやあどけないときっていうのが一応なんかどっかで忘れましたけどね、そのあどけなさっていう。あ、ごめんなさい。え、あ、そうだそうだ、なんかちょっと目の前の方で派手なメガネをかけてちょっと出たがりな感じの。一番最初のバンドでリードを吹いてた人なんですけど、あの僕の大学の先輩で、大学にいる頃からずっと俺がやこの人のソロでやりたいなって思ってた曲がずっと1個あって、それをようやくあのやるために、うちのバンドのメンバーでは最初なかったんですけど、まあ、ゲストということで私のパイセンをお呼びいたしました。清水のりゆきをフィッチャーして、のナンバーからイズントシーラブリーという曲、本当はスティービーワンダーが歌ってる曲なんで、どこかで聴いたことある方もいるかもしれないので、その曲をビッグバンドのアレンジでお届けして最後にしようと思います。そしてもう一人、あの最後なのでソリスト、トランペットで、塩島圭介。どうもありがとうございました。ドリンキングパーティービッグバンドでした。
やっちゃいますよ、アンコール。おお、そう、この日のために用意していたんだ。アンコール。あ、じゃあアンコール、今日は何をやっちゃおうかなってことで、これも多分知ってる人多いんじゃないかなってことで、これ誰のおじさんのナンバーだっけ？ハースウィンテッ、ウィンドファイヤー、ウィンドファイヤーおじさんです。ウィンドファイヤーおじさん？あ、おじさんじゃないか。じゃあそういうグループのおじさんたちのグループ、おじさんたちのグループの、セプテンバーって曲ちょっとやらさせていただきます。ちょっと今回は人数が多いので数の暴力ということで、ちょっといろんなちっちゃい小道具の楽器を加えながら、ちょっと最後ちょっと調子乗って終わらせてもらう。あれ？テッチもじゃあもうちょっとマラカスに持ち帰ってやっちゃいますか。じゃあみんな思い思いの楽器を、まあ好きな楽器をじゃあ思い思いの感じで吹いてもらいましょうかね。これはまた時間かかりそうだね。ちょっとじゃあまた準備にちょっと時間かかるんだけど、いやー今日は疲れた、いやー早く飲みたいね。そう、ドリンキングパーティーって何が楽しいって、練習のあといつも飲み会あるんですよ。もう今日は練習じゃない、そうだ、本番だからね。まあいろんなバンドの人とお知り合いになれば、なれたらいいかな。あと私も話しかけてくださいね。私もちゃんと名前覚えてね、本間夏みたいよ、話しかけてね、今日可愛かったねとか言ってくださいね。大丈夫かな、みんな準備は OK。 ソリスト？あーそっか、最後の曲だから、そうだ、ソロ。あ、じゃあごめんなさい、じゃあソロやる人手挙げてください。あ、じゃあ大きい声で自己紹介お願いします。アルタナックスの岩崎バスリー、バスリー、バスリギターの今井健太郎です。今井健太郎です。最年長か。あー、このバンドの最年長。はい。はい、30歳。もう頑張ってください、もうちょっと。また疲れた。で、ちょっと最後の曲をやらせていただきます。セプテンバーです。